ナンバー3。やっぱね、Bluetooth を制するものが世界を制するだろうね。最終的に。あの、Bluetooth の使い方の便利なやつが世界を制する。CPU の高性能と Bluetooth、自動認識。最終的にはそのメーカーがね、生き残っていきます。この Bluetooth の切り替え、パッパッパッパね、自動でやってくれるようなね、この Bluetooth がね、アプリもいまいちなんだよね。希望のところに行ってくれねえんだよ、これ。ほんと。あの、W1 チップっていうのは、ダメ。もっと開発して、W2 チップに搭載しないと。希望のところにね、いかねえ。俺今、坊主に流したいんだけどさ、こうやるとさ、こっちに来たんだよね。俺、坊主に流したいのよ、私。これに。これ。接続されました。接続されました。これさ、これに流したいんだよ、私は、坊主へ。Bluetooth を制するものが世界を結局制します。私の意見、ほんとこれ買った、ほんとですよ。だってそうでしょ、結局使うのはさ、お年寄りとかそんな人たちですよ。これも自動認識させないとさ、大変だべや。この iPhone X のさ、再起動の仕方の難しさ、さっぱりわかる。ゆうべクラッシュしちゃってさ、再起動したいの iPhone、 しないの再起動。横のボタンプラスを押してマイナスを押して、こっちのボタンを押すの、ちょっと長押しするとね、その再起動してスライダーが出るから、スライダーしろって言うから、スライドしても行かないんだよ、こう行かないの、電源のスライドが。ほんで SOS がいつあるよ、 SOS。 しゃあないから一晩待ってソフトバンクの人にやってもらった。あのね、あのスティーブ・ジョブと一緒に開発した人が言ってた、最大の欠点はこのね、電源だって。電源のこの再起動の複雑さ、うん、これが最大の欠点だって。この iPhone X の、私もそう思います。私のだって、私の持ってる知識の全てを使っても再起動できないんだから。画面が要するに動かねえの、いくらやっても。再起動してしますかって、再起動出るでしょ、スライダーが。こっちやっても押さない。うん、ホームボタンゲーッと長押ししてもならない。フリーズしたまんま。昨夜は最悪だから、寝たの3時ですよ。ほんとやっぱダメだね、この再起動の仕方。うん、あの 3D トッティーとかなんかあるでしょ、この黒い丸いボタン、そこの中にも再起動ボタンがあるの、ビットやってもならねえのよ、本当に。だって画面が動かねえんだもん、なるわけなんでないじゃん。ソフトバンクの人にね、1分出るなと、1分。だから私の使い方がね、ちょっと勉強足りなかったんだよね。これは複雑なんですよって言ってたもん、ソフトバンクの人。これはちょっとね、複雑な、うん、再起動の方法だからね、普通じゃないですよって言われて、なるほど、納得。まあ、いったね。というわけで家に帰ってみたいと思います。本当に任意保険は犬を履いてた方がいいですよ。
面積ゼロの。だってさ、人に当てたとか迷惑かけたくないぞ。それで当てたらば手厚いね、治療させてあげたいもん。それにはお金が必要でしょ。お金が、いや、あっちからぶつかってきたんじゃ話は別ですよ。ほんで搭乗者保険って、ほら夫婦だからね、夫婦だから搭乗、俺がドカーッと突っ込んで片方が死んじゃったとか俺が死んじゃった時には、1000万降りるんじゃなくて3000万降りるようにしました。3000万、うん、その方が安心だもん。だから私が突っ込んだなんて場合は3000万うちのつぼに出るんだからね、これで食っていけるんでしょ。それだけ車っつうのはね、危険なの。車はこれ凶器だからね、言っとくけど、あの警察の人に言われたろ、車は凶器になるんだからねってね、安全な乗り物じゃないって、凶器だって。確かにそうだよね。あの秋葉原で突っ込んでさ、ダーッて手厚が10円だったり、車は凶器を使ってんだからさ、から頭が狂った人が乗ると車っつうのは武器になるんだからさ。シートベルトはしてない、私できないから。これ保険屋さんに言わなきゃダメだな、任意保険屋さんに。シートベルトやっぱし、いや、これガス漏れんだよね、やっぱできねえんだよな。私の純朴な心をね、うん、エディ・ハリスさんはね、うん、引き上げてくれます、うん、エディ・ハリスさん大好き、うん、この世に生きていたらばね、私会ってみたい、うん、エディ・ハリス、いいな。スタンゲッツとどっちがいいかね。スタンゲッツもいいんだけどね、あの人の世界いつの宮にいないんだよな、そういう人な。なんで宇都宮って心が出ちゃったんだろうね。いや、育てる人がいないんだよね、そういう才能を持った人がいないのよ。スタンゲッツ音程はバラバラ、みんなバラバラなんだもん。楽器は鳴ってない。ああ、なんか勉強の仕方間違えてんだよ。景色が見えないんだよ、全然。トランペット弾いたって全然景色が見えない。理屈ばっかすって、音がヒョロ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 ね、あれが素人の弾き方、ヒョロ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 バッと取れる、ひょろ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 、みんなひょろ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 、気持ち悪くてどうしようもない。ほんでね、リズムがね、ドラムのリズムがね、みんなズズベベターと叩くんだよね、ジャンプしないの、ダッカン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 、あのね、ポイント後ろに持っていけないんだよ。タン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 そうやってほしいだよ。それが音楽の基本だから。ドラムさん聞いてますか、これがリズムの基本だよ。私はこれ別に教わったわけじゃない、いや教わったの、あの東京9番のね、ジョージ中川さんに。東京9番知ってるでしょ、ノーゼじゃないよ。東京9番のジョージ中川さんにね、リズムの基本っつうものはね、パーカッションの時代にね、私教わったんですよ。二人で共演したもん。チャチャカン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 
カン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 ってなる、カン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 、それがリズムの溜めつよ。カン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 、ここカン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 、それがリズムの溜め、もう溜めがポイントを後ろに持ってくる、ジャンプ。クラシックもみんなそうだから、クラシックもメインだね、必ずフレーズのね、付点のつくやつは後ろに持ってくから、こう、それが分かってないんだな、あなた。やっぱ基本なんだな、才能、才能と基本。才能ないの、よい早い話、もう話すなら宇都宮にいません、そういう人か、そういう方、栃木県にもいません、教える人もいません、ずうずう弁、宇都宮弁ばっかせ、面白くもなんともありません。ガソリン入れていこうかな、入れてくる。アップルウォッチでね、ガソリンレギュラー137円、うん、何言ったらずりと思うんじゃないの、灯油買おうかな、どうしようかなと迷ってんだよね、ガソリン。それ入れます、アップルウォッチでね、これでアップルウォッチの使い方わかる、このこれ2回押すの、カタカタ、ほらスイカ、スイカ、ヤフーカード、ヤフーカード、ほらソフトバンク ID、 ほらイオンカード、全部使えんだよこれ。私はヤフーカードにします。